はい、どうも、もちです。よろしくお願いします。栄冠ナインやっていきましょう。今回は合宿やって、練習試合が入らなければ、4月までかなとは予定してます。よし、やっていきますか。4月まで長そうだな。まあ、のんびりやっていこうぜ。合宿！まあ、その時の俺の気分で、どこでやめるかわかんないです。そうね、入りを持って又吉らへんに何か覚えさせたいかな。流し打ち欲しいな。あ、これいいね。アベレージ又吉につけたいね。入りを持ってもいいね。マシン打撃候補だね。パワーヒッターもいいな。アベレージ広角、ちょっと又吉のアベレージ広角狙いでいきましょう。はい、何か覚えようね誰かしら何か覚えようぜ。そうだね、総合練習キャッチャープラスいくか、狙うか。これいきますか。対エースあるのも美味しいでしょう。よし、いいよ。武田らかきか。いや、これどうなんだ。武田らかきに関しては、そんなに出る場面もないと思うんだよね。もう極端なこと言えば出ちゃいけないぐらいの選手だと思ってるから、そうなったら真野くんに当てるか。左投手プラス1か。パワーヒッターつけてどうにかなるのかな、夏までに。これいきましょう。はい武田くん満塁男か。これはなんかあれですね、みんな外野手いいですね。パワーヒッター欲しいね。ベンチプレス候補だね。ベンチプレスいきますか。よし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 、綾部いいねいいよ、熱血持ちだしね。これ欲しいかな。広角とかも欲しいな。そうなると欲しくなるよね。これで覚えないか。いやいやいや、まあ綾部のパワーヒッターでかいでしょ。そもそもあれよね、パワーもともと B あるぐらいだよね。パワー B あるもんね。ってことはあれか、弾道はもう無視していいね。パワーヒッター発動するから強振しちゃえば。むしろ弾道にキープぐらいがちょうどいいぐらいになっちゃったね。綾部いいな。4番いくかやっぱホームラン欲しいよね。いや、なんかな、 あと1つ2つなんだよな。あのきっかけがあればなんか噛み合って化けそうな打線にはなると思うんだよね。それを夏までに見つけられれば。ちょっと待って、みんなスタミナ結構減ってるね。おにぎり使うか。あ、満腹弁当使いましょう。よし、1、いや
やできればキャッチャープラスをね覚えさせたかったね。鬼塚でもいいんだけど、結局あれか、この栄冠桜子はちょっと待ってよ、どこ行くかこれ。真ん中か、真ん中か、まず1使って北海道編沖縄編通してキャッチャー C 以上って一人もいなかったのかな。 D がマックスかな多分。なんかそれはそれで結構珍しいパターンな気もするけどね。でうちの学校からアイドルは生まれなかったですね。あ、ただあれだ、今回マネージャー卒業してるから卒業式でなってくれるかもしんないね。アイドル、アイドルいればねもっとね楽は楽だったんだろうね。あと1年生の名前募集はしないです。残り1年なんでね、まあ、その1年生にとってはまあ選手にもよるんだろうけどほぼ試合に出る、はい、試合に出ることなく終わってしまうんで半年ぐらいが。2028年1月スタミナ71ですね。磨けないかこれ。75ぐらいにしたいよね変化球をね。どうしよっか、コントロールいきますか。スタミナ A 持ってくか。 A 持ってってもありだよな。 A 持ってこうか。あ、早川球速いいね、143、順調ですね。磨くでドロップ、ドロップ覚えたのか。ドロップ磨きましょう。武田くんスタミナいいですね。コントロール、佐藤くんパワー64。とりあえず B 持ってった後に弾道かなって感じかな。とりあえずパワー B 欲しいな。鬼塚くんサードいいですね。走力ちょっと35は厳しいものがある。玉木ファーストの守備力上げときますか。とりあえず50、とりあえずもう玉木に関しては走力捨てよう。椿ミート、漆原もミート、とりあえず D ですね。真田くん、いやどうなんだろうなこれな。鬼塚と真田くん両方いいよな。まあ最後まで迷おうかここは。とりあえずミート D まで持っていきましょう。入り表は勝った、ショートだもんね、勝った欲しいね。60は欲しいな。あ、間野くんいいですね、走力50。そうね、パワーも D ぐらいあればとりあえずは申し分なくはなる。間違えた。綾部パワーヒッターついたんだもんね。じゃあパワー上げとく。あ、今日熱血で上げれるのか。そうなるとミーと A 欲しいは欲しいけどな。守備力も欲しいな。守備60持っていくか。うわ迷うね、ミスができないんだよね。もう1年しかないから、もう1年もないのか。とりあえずミート A にしてミートは OK という形を作っちゃおうか。素晴らしいですね能力ね。
ミーと S 持ってきますか。ミーと S で又吉パワーとりあえず C 頑張りましょう。はい、 OK 頑張ろうぜ。おみくじ引こうぜ。引けねえか。何か面白いカードをくれ。まあスケジュール見直しはいいんじゃないですか。卒業式までかな。まあ卒業式まで行くんだったら入学式まで行ってもいいよね。すげえ迷ってはいる。多分なんか流れ的に練習試合入らないから気がするから。あ、そっか、冬休みもの早いんだもんね。俺は北海道でしか学生生活を送ってないからあれだけど、どっちがいいんだろうね。その夏休み長くて冬休み短いっていうのと、まあいわゆるその北海道スタイルの休み期間なのか、そうじゃないかというか。北海道ってまだこの1月15日は全然冬休みだからさ。性格、椿お調子も受け入れません。あ、これはちょっと3止まって徳島出したいですね。なんか 今なら徳島覚えれる気がしてて、何の根拠もないよ。徳島はデビッツ、ちょっと待ってよ。今俺今なんかやろうとしたんだよね。あれだ、土。これで99でしょ。よし、下かな。肉屋さん、プロ選手。なんか肉屋さんで面白い感じになってほしいんだよな。いい感じのパワーを上げてほしい。いい感じに。漆原の段の経験しかって言っても、漆原パワーヒッター持ちだからな。はい、今練習効率上がってたよね。うわ、こうダメか。じゃあ4。いや、サードをな、真田にするか鬼塚にするかだな。どっちも変わらんちゃ変わらんぐらいなんだよな。まあ悪い意味で特徴がないというか、2人とも。もう2月か。2月、そうですね、とりあえず早川145ぐらいあればいいかな。あと1ヶ月休息ちょっと控えましょう。武田君いいですね。変化球磨きましょうか。カーブ、シュート、カーブかな。なんかいろいろと迷っちゃう感じだな。とりあえず、玉木守備50まで、その後は攻撃に費やします。真田君のがいい気が してきたな。あ、入り表肩いいですね。そうなると補給も60まで持ってってあげたいな。補給も60まで持ってくか。でその後ミート特化させていく感じかな。
マノーくんパワー D まで頑張ってね。あ、またよしいいですね。どうする、またよし総力 A 持っていくか。なんか面白い1年生入ってこねえかな。今日ね、どんなに面白い1年生が来たとしても即戦力ってのは難しいよね。やっぱり1年生1年目は我慢して使うって形にはなっちゃうと思うんだよな。いや、入学式まで取るか。仮に今段階で練習試合が来ても次回に回したいな。花咲たちが3年生になった後、まあその1年生次第っていうのもあるけど、今日はもう練習試合しません。来たところで。まあ、残念ながらね、1と2を持ってないから止まれないんだ。いや、おめでとうロビンソン。なんか特殊能力覚えたいね。ちょっと特殊マス来ねえかね。練習指示ですね。ちょっとあれだね、この5枚でやりくりするしかなくなったね5枚やりくりするしかなくなっちゃったよ。ちょ、練習試合あれじゃない、練習指示はちょっと取っときたいね。1年生入るまで。とりあえず4いっぱいあるから4使うか。あ、特殊マス見つけ、止まるよ。あ、卒業式ってそんな手前か。もっと3月中旬ぐらいと思ってた。入学式まで取ってやめた方がいい気がするな。3月145キロ、 OK。 請求、なんとかパワー B いってくんねえかな。その弾道上げちゃいたいんだよな。あ、頭切りですね。パワー、お、椿ですよ。頑張ってね。ミート B ぐらいまで持ってって。漆原はなんとかミート D。 入り表いいですね。あやべいいですね。ミート A。 その後はパワー A 持っていくか。夏までに届くべ。ちょ、守備がな。まあ、いいや、目つぶる目つぶりたかねえけど。またよし総力なんとか A 持ってって。ロビンソン頑張ってね。なんとか総力100目指してください。
必ず走れるランナーとして。ちょっとここの特殊能力大事よ。玉木でしょう。チャンス欲しいな。チャンス系が欲しかったりする。チャンスプラス2、リアルにチャンスプラス2じゃね。覚えるよ、頼む覚えてここ覚えれば相当でかいから。はい、しょうがない。じゃあ卒業しましょう。ちょっと ね今玉木の練習効率上がってるんだよな。どうしようかな、素振り。ちょっとプロ止まれないのはどうかと思ったけど、卒業式。すごい世代でしたね。ああ、氷室。いや、すごいね、三浦くんの成績が。いや、素晴らしいですよ。すごいと思いますよ、本当に。日高ならず者になることねってすげえんだって。お前はすごい選手なんだよ。おき兄弟頑張ってね。アイドル来た。うわ、なんだろう、なんかすげえもったいねえなって感じがしてくるよね。氷室とかだってね、試合出てないけどすごいからね。いいんじゃないですか。やっぱあれだね、さすがに似合うね横浜。顔まんま三浦大輔さん使ってるからね。素晴らしい。頑張ってください。はい、アップロードします。三浦くんのパワーナンバー、柳くんのパワーナンバー、シーサー、沖シマンチュ、沖ウミンチュ、ぜひ気になる方はダウンロードお願いします。ちょっと寂しいけどね、まあしゃあないね。まあ入学式まで撮りましょうか。いやあれよね、なんかほんと人ごとみたいなレベルですごい世代だったなと思ってよ。練習試合来たのはいいんだけどさ、まあ明日やるから。ちょっと待って、数字1個あげよう。1あげます。はい、なんとか4枚でやりくりするからね。もうあと15日ぐらいでしょ、入学式まで。4枚でやりくりできるべ。3、あ、特殊マサール、なんとか止まりたい。
4出して、1,2,3,4,5 でいけるんだな。本当？なんか計算間違ってない？行っちゃったよ、行っちゃったけどとりあえず今何もないとこ止まるけど、何も悪いことが起きないでは欲しいな。はい、5。早く入学式の文字見えろ。なんかすげえ遠く感じる。使えるカードが少ないんだよ。さあ誰来るかな。主力メンバー来い。花咲ですね。いや盗塁系欲しいな。盗塁かな。まあなん、あ、盗塁あるね、あるね。左投手チャンスも欲しいね。いや盗塁欲しいでしょ。盗塁は欲しい。頑張れ。ここで R ボタンっていうね、これで覚えるから。はい、覚えない。ちょっとあの日曜日の赤マス超えればしばらく余裕持って動けるから、何度かあの赤マス超えよう。あ、今パッと映ったね、パッと映ったね。おい、入学式ねえんじゃねえのか入学式ねえんじゃねえのか。まだか。やべ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 。1、少ない数字しか来ない。でかい数字来いや。もう一回1。入学式発見。4月。スタミナいいですね。素晴らしいです。コントロール B 持ってきます。あ、いいんでしょう。ちょっと待てよ。練習指示あるから、その時に弾道にしよっか。それまでちょっとなんか別のものあげてよっか。何欲しい？なんか短い時間流れそうなの。肩、ちょっとキビちゃんの弾道上げることを忘れないようにね、俺しっかりね。あ、漆原いいですね。パワー上げましょう。真田、とりあえずオール D にするかとりあえずオール D にするか。又吉いいですね。弾道も上がりそうなんだよな。パワー、オッケー。なんかすごい面白い選手来ないかね。あれか、即戦力って考えたら天才は即戦力なりえるか。天才来ねえかな。看護師さんとまりましょうか。まず新入生迎え入れて、終わりたいと思います。今回ちょっと何分ぐらい撮ったのかな、ちょっと時間わかんないんですけど。
いや、今日この期間でだいぶ強化はできたんじゃないかなとは思うけどな。12、はい、ラスト1年、ラスト1年というか半年か。いや、今一瞬ドキッとしたよ俺ドキッとしたよ。岸さん来たのかなと思ったよ。ちなみに天才は、天才はいないですね。ピンチ B、 けど寸前罰。なかなかのハズレを引いたんじゃないですか有山くんぐらいかい。なんかせいぜいというか、なんというか、なんというか、まあ長い目で見たらね、楽しみな選手はいるはいると思うんだけども、この半年以内で活躍できる選手ってなったらちょっと難しそうだね。はい、入学式。打撃力、よし、そんじゃ終わりますか。明日は、練習試合します。そんじゃ、終わりましょう。終わります。バイバイ。